コーナーより全日本プロレス、全日本プロレスのすべてを背負い川田利明入場。塗りつぶせ、蝶野正弘入場。スペシャルシングルマッチ、60分一本勝負を行います。青コーナー、全日本プロレス、183センチ、105キロ、川田利明。赤コーナー、チーム2000、186センチ、108キロ、蝶野正弘。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さて、放送席解説はジャイアント馬場さんです。両者をご覧になっていかがですか？そうですね、みんな緊張していていい顔してますよ。そうですか。ハンマーを落としてまいります。掴みます。逆に返します。耐えます。抱えます。させません。簡単にはいきません。まさに行き詰まるような攻防。馬場さんはどのあたり注目されてますか？まあ、どっちが優勢というんじゃなくて、お互いに意地がありますからね。はい、フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振り下ろします。逆水平行くのか。フライングメイヤーで倒します。ロックアップ、投げてまいります。ゴツゴツした鈍い音が響きます。馬場さん、このファンの声援というものはレスラーの精神的な部分に働きかけるってことはあるんでしょうか？そうですね、それは力が出ますよ。そうですか。肘を打ち込んでまいります。蹴ってまいります。このあたり引き出しの多さというんですか、
何か奥が深いですよね。そうですね。エルボーを入れていきます。蹴りを見舞ってまいります。青春バタフライから極悪バタフライ、そして現在は黒いカリスマと時代ごとに呼び名が変わっているこの蝶野でありますが、この男の永遠の必殺技スタンダードナンバーといえばやはりステップオーバー投法ドウィズフェイスラック STF でありましょう。この辺り切れ味鋭いですよね。あれはものすごい重たいですよ。はい、ローキックコーナーに振った、キックで返します。テンクキックガンマン掴んだ、キックで返します。鉄拳を見舞います。腕を回します。逆にバックに回った、エルボー組みに行きます。ロープに振ってキック攻撃を見舞ってまいります。掴んだ、腕折りに移行してまいります。組み合います。ロープに振った、ケンカキック強烈、キックを打っていきます。パンチを打ち込んでまいります。フロントからのキック、コーナーに登る、ダイビングしてるショルダー、腰を落とします。蹴ってまいります。喧嘩キック、そのまま耐え固め、完璧にたどり着きました。組み合った、強烈に締め上げるハンマー気味のパンチ、いや、無意識の中でも決めづらいんじゃないかと思いますけどね。はい、ローキック、そのまま締め上げる、ハンマーを落としていく、効きましたね。本当になりましたかね。ガジェット組み合った、対角線に飛ばした、チョップ強烈、張り手いけるか、締め上げていった、ハンマーパンチ強烈、あっと手がけた、強烈、いけるか、ロープに振ってラリアット、ガジェット組み合った、あっとローテンジで釣ったか、小股に挟んだ、脳天勝ちまった、パイルドライバー、腕を回した、ブレインバスターで叩きつける、STF ステップオーバー投法のウィズフェイスラッカー、岸壁の母の胸に抱かれました、ロープに振った、あっと